はい、育つけうっかり YouTube 萌え子チャンネル、あみと萌えです。ねえ、こんばんはとかね、おはようございます、こんにちは言わないの。まあ動画ってどの時間ご覧になってるかわからないですし、私もアップロード時間をねどうしようかなっていうのがあったりね、私って言ったり、まあ時に100回に1回萌え子はとかいう時もあるかもしれませんがね、まあだいたいね固くなっちゃう、私とか説明的であったりとかね、撮るぞって言うとね固くなっちゃう、まあ、これはしょうがないですかね。はい、ということで3日目なんですけれども、字幕ってあった方がいいのかなっていうところ、特にアーカイブに残すほどの大した話でもないので、これね体感でやってます。昨日ねちょっとイクラの話をしたんですけれども、なんかそう、口の中にこういろいろ唾液が分泌されて一回止めなきゃって思った時が来たんです。その時に思わず画面見ちゃったんですよね、自分で。そしたらウニとイクラの軍艦のお寿司が流れてて、うわー、こんなに映像と関係ないシリーズやろうとしてるのにどうしようっていう感じで終わったっていうのを思い出しました。まあそういったところで一応ね第3弾までは字幕付きで映像あんまり見なくていいよっていう感覚でやっていこうかなと思ってるんですけどね、どうでしょうね。で3日目の話なんですけれども、鶏ガラスープの素って使ってますか？あれね、有機とか力金機、まあエスビーさんだったりね、まあそのシリーズであっても裏見ると味の素だったり、味の素さんは鶏ガラスープの素かな、名前は丸鶏シリーズね、そんなのがあったりするんですけど、ソーミシャンタンとかウェイパーの人もいる、まあこの辺どこまでを鶏ガラスープの素としてこうなんていうのグループ化させるかっていうのは迷うとこですけども、どれがおすすめでどれにこだわりがあるかっていうのをちょっと聞きたいなと思って、で YouTube でも投稿という欄があるじゃないですか、コミュニティと呼ばれるあの欄ね、アンケート取れるようになってます、 X でもできるようになってます。でもあれちょっと怖いじゃないですか、誰も投票してくれなかった時ね。なのでここでこっそり聞いておけばコメント欄にどなたか書いてくれるかななんて思ってます。それではよかったらチャンネル登録、そしてあなたのおすすめの鶏ガラスープの素と呼ばれるものの種類を書いてください。で今まで一応コメント返しは全部してるつもりです。ということで遅れても気にしないでください。それではチャンネル登録お待ちしてます。ではでは。